武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は福井大学医学部医学科の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間が2科目で120分、理科2個で120分ですね。で、大問が3題、出題されております。で、物理に関しては問題が他学部と共通だったんですが、科学は完全に別物、となっております。で、問題の難易度、としてはですね、まあ、基礎的な問題も、結構入ってはいるんですが、大問の全部で見ると結構難易度が高い問題も入っているので、まあ地方国立の要は他学部の科学と比べても問題の難易度が高いので、ちょっとその、厳しめに対策しておかなきゃいけないと。まあ、なのでその記述や論述の対策も必要なので、まあセンター終わった前提で考えると、国公立標準問題集キャンパス、こちらはまずやる必要があるんですが、ちょっとそれだけだとここの問題は対応しきれないかなとは思うので、重要問題集などやっておいた方がいいかと思います。で、さらにその有機の出題率がちょっと高いので、まあ重要問題集仕上げた上で有機に不安があるなという場合には、有機化学演習などや新演習の有機の範囲だけを追加するなどやって、まあ、フォローをしておくといいかと思います。まあ、なくても全然対応できるとは思うんですが、まあ、時間に余裕がある場合や、まあ、科学でちゃんと点をしっかり稼いでおきたいという場合には、このあたりを追加しておくと、まあ、全部前半をがむしゃらにやるよりも有機優先でやっておくことが重要かとは思います。で、先ほども言ったように論述、そしてまた計算問題、結構出てきておりますので、まあ、こういった問題の対応をどれだけ、ちゃんとやってきたかどうか、単純に問題が解けるだけじゃなくて、ここの取材形式に合わせた対策ができているかどうかということを、まあ、求められているというふうに思っておいてください。で、まあ、問題の数と時間で考えると、まあ、結構その時間は厳しいと考えておいた方がいいかと思います。まあ、で、まあ、理科2科目のうちどっちか、まあ、科学以外のもう片方で時間が多少なりとも軽減できれば、まあ、科学に時間回せば十分間に合うと思うんですが、60分でこれってなるのは結構、まあ、大変かなとは思いますので、まあ、スピードアップも意識して学習するように心がけてください。以上が科学の勉強となります。